マナカナンチ。こんにちは、三倉マナです。三倉カナです。さあ今回は無印良品購入品紹介したいと思います。イエーイ。前回もこの動画で紹介したのが1年ぐらい前か。でも最近もどんどん新しい商品が出てるし、結構ネットでこう話題になってるもので気になってたものがあったので、食べ物から美容系、雑貨系、文房具、はい、こう広くいきましたので、はい、紹介します。イエーイ。マナカナンチ。まずは無印行ったら外せないのが、はい、うん、お菓子系。あー、わかる。天才糖ビスケット。これ何それ。クマさんの形で、まあ、天才糖を使ってて、ちょっとこうお腹にも優しい。へー。これ娘に食べさせている。同じような感じで豆乳ビスケット、あと全粒粉ビスケット。娘にも私にもなんかこう甘すぎない、ちょっと体に良さそうなものだったら食べる方もあげる方も罪悪感少ないかな、はいはいはい、しかも安いっていうので結構この辺買ってます。じゃがじゃーん。塩チョコスティックパイ14本入り。かなほんと好きよね、この大袋系っていうか。そうやね。でもお高くないのよこれで。これめっちゃお腹満たされるね。開けちゃった、ごめんなさい。いい、見てるでしょ。こんな感じでね、今いい音したよね。サクサクです。はい、サクサク。めっちゃ美味しい、はい、うん、ね、塩感じへん。うん、ちょっと感じる。この塩感じるのがポイントやから。コーヒーに合いそう。そう、このパイの部分がサクサクで塩を感じて、で中のチョコレートがちゃんと甘いっていう。これいい、今度買います。うん、ぜひお願いします。ありがとうございます。で、ご飯系で、ご飯にかけるシリーズ、あるー。どれやろ。売り切れ続出なのがルーロー飯、八宝菜、はいはいはい、と牛すじとこんにゃくのぼっかけ。ルーローハンね、私も気になって買おうとしたけど売ってなかった。いや、私も正直何回か行って売ってなくて、でも昨日行ってやっと売ってて。あ、そうなんや。多分なんか年始なんかテレビか何かでなんかランキングで1位だったみたいで。そうなん。そう、それでね、あっちこっちで売り切れ続出で。美味しいので、ご飯にかけるシリーズはもうその名の通り、まあ、ただこっちは白いご飯なりを炊いて、もうこうかけるだけで美味しいご飯ができて、で本格的な味。へー。結構いろんな種類入れてるので、これはねおすすめです。食べてみたいわ。素材を生かしたふりかけ、梅とひじき。結構ね、梅がね、サクサクっていうか梅をしっかり感じて、でひじきもこの栄養満点だけど、子供がもうガンガン。へえ。ひじきの煮物とかやとなんかちょっとこう箸進まん雰囲気あるけど、これなんかバワッと食べれるね。へえ、梅とひじき、うん、もうご飯に混ぜるだけっていうパターン、ね、じゃあ次。はい、大袋食べるスープ、オクラ入りネバネバ野菜のスープ。イエーイ。大袋好きやね。もっと大きくても買いたいぐらいだけどそう、小分けになってて、お湯を注げば簡単にスープができるっていう、そうそうそう。だけこのスープのシリーズは他にもミネストローネやなんやってあんねんけど、これがオクラが入ってるってのがいいや、なんか子供に食べさせたいけどなんかちょっと嫌がられたりするときあるや、このネバネバ野菜系って、でもね、チュルンってやっぱ食べれるし栄養満点やし、私が好きなのはこれにご飯入れて、なんか おじやっていうかクッパ、あ、クッパ、そう、クッパみたいにするのが、でこっちもまだ元気やったら さらにちょっと卵をなんかこう入れてみたりとか、ラー油かけてみたり、あ、そうそうそう、いろいろアレンジできます。マナカナンチ。さあ次は日用品系、ポリプロピレンウェットシートケース。あー、それ買おうかめっちゃ迷った。これすごいおしゃれじゃない。わかる。でウェットシートを入れるように、まあ、ここにこう中入れて、ここからピッて出せるんだけど、これがマスク入れにちょうどいいっていう声が結構たくさんあって、いや、私とかはこうマスク、この箱の何十枚入りってやつを買って、それをまあリサイクルするっていうかさ、中身をまた新しいの買ってもそこに入れて、これだったらもうしっかり
おしゃれに見えるところに置いてもいける。確かにね、うん、掃除用品システム、カーペットクリーナー。え、カーペット用なんや。そう、まあまあ、いわゆるコロコロなんだけど、何がいいかっていうと、立つ。はぁ、ほんまや。で、しかも、え、うっそ。で、立って、めっちゃ見た目おしゃれ。確かに、あのコロコロどこに立てかけようとか、立てかけてんのにすごい来たり、すごいおしゃれや。おしゃれやわ。スタンドファイルボックス。いや、毎度迷うんだよね、これ買おうか。そうなの。いや、私もなんか人気やで知ってたけど、今まで手出せへんかったんやけど、手出してみたらこれめちゃくちゃいいやんか。割と多めのものをガンガン入れても倒れない丈夫さっていうのと、ポイントはこの穴だよね。あの、こう並べるのももちろんよしだけど、そのなんか場合によってはお客さんが来るとき裏向けてとかで、あのお客さんとこ関係なくてもこっち向けにして、どこ引くときにこう引く、使うときだけ指引っ掛けて取り出すの。やっぱね、うん、この色味とか形美しいんだよね。そう、だからこの子供のこの教科書類だったり、ファイルとかなんかプリントゴマゴマしてるやつとかをこう分けて入れたいなと思って、国語算数みたいな感じで分けて入れたいなと思って買った。マダカナンチ次が美容系、はい、お、あ、結構話題になってる商品が多いんだけど、うん、その中でもエイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク。わかる、わかる。とにかくエイジングケアのクリームなんだけど、うんうん、で、まあ、もうすでに使い始めてるんだけど、うん、すっごく濃いクリームで、うんうん、でもすごい塗り心地は良くて、うん、でも朝結構こうもちもちプルッとする、うんうん、私はなんか手にも塗って手が結構ツルツルになったなと私は思ってるんやけど、うん、大丈夫です楽しいやん。あの、遠慮しておきます、はい、だって なんでよ、触ってよ。見た、だいたい見て、あ、確かになんかツルツルになってるぐらいはわかるからなんで断られんのやろ。あ、ほんと、やめちゃやめちゃう。嫌じゃないけど今のなんか嫌やった。私もそのあのエイジングケアのシリーズで私が買ったのは、うん、オールインワンジェル。ある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 。そうそうそう、これがあれば大丈夫っていう楽ちんタイプ、うんうんうん、そうそうそう、うん、あの無印でいろいろこうお試しができるやん、うん、でやった時にこれが一番しっとりした。もう一つがこの敏感肌用シリーズの乳液高保湿タイプ。もうさ、保湿だよね。もう乾燥じゃない、うん、困れへん。いや、わかるよ。いや、もう朝起きたらもうパリパリみたいな感じになるやん、うん、いや、これ化粧水もいいもん。そうやね、乳液も気になっていた。そう、化粧水すでに持ってるから乳液買いました。の中でも保湿力高いやつお願いしますって感じ。無印のほんともうコスメ関係がどんどん種類が増えてて、うん、あのゾーンに結構長いことがいてしまう。わかるわかる。で、でこれも甘皮ケアオイルとネイルケアオイル、色も見た目も可愛い。確かになんか飾りたい色してるね。そう、私ももう一つがね、リップエッセンスのピンク。うーん、リップでこれも保湿系で、唇のカサカサがね気になるお年頃だから乾いてるのねそうそう、普通に昼間とかに使うのもいいけど、夜のこのこういうケアした後っていうか、寝る前に塗ったら朝なんか生まれ変わるね唇が。え、そうなんや。そう、これ気に入って、あの、もう何本か見ないんやけど、唇用美容液って書いてるね。そうそう、唇用美容液。そうそうそう、そんな、つけて寝ていい、そういうものがあるんだね、リップが。マダカナンチ次は、洋服系？コットンシルクリブクルーネックセーターです。めっめっちゃ使えそう。 そう、厚さもちょうどいい、薄すぎず分厚すぎず、これから春先にもずっと使えそう。そう、割と、まあ、あの細身系かな、どっちかといったら、うん、そう、細身で見えるし、このね、全部ボーダーでもなく、ただの無地じゃなく、この、うん、切り替わってるやつを探してたらちょうど見つかってさ、で着てみたらめっちゃ着心地よかった、うん、生地がすごく良い。シルクの生地が入ってるからめっちゃ着心地いいし、多分これをね、季節問わずに着れるタイプだと思います、うん、春大活躍と思われます。で、私はちょっとセール大物やあったんだけど、うん、撥水トレンチコート。撥水ってことはだから若干の雨とかは大丈夫。レインコート的な感じでもいい。そう、もうものすっごい軽くて、で撥水だから
まあ、その娘と遊ぶとか娘のお迎えとかでちょっと雨が降ったりちょっと汚れてもとにかく汚れも取れやすいのかだから洗濯もしやすいし軽いし、なんかどうしても子供生まれてからトレンチとかってもう綺麗めやからもっとジャンパーみたいなばっかり着てたんだけどこれは綺麗めだけど洗えるからすごい使えるんじゃないかなと思って。あ、そうか、洗えるってことか。そうそうそう。丈感は、丈感はもうこれぐらい。あ、いいやん、私長め好き。これ絶対買っちゃうよねっていう靴下シリーズ。直角？直角、そう、足なり直角シリーズ。これ子供もこの直角シリーズがあるんだけど本当に履きやすい。あー、ピッタッてはまるから。そうなの。マダカなんち。あと最後ちょこっと文房具系、今回やっと私の中でこう見つけた、これペンケースなんだけど、私はこのサイズ感に惚れて、このちいちゃめが欲しかったんや。だからよくあるペンケースってもうちょっとこれぐらいっていうかさ、もうちょっと背がだからね。そう、全体に大きいんだけど、私はもうギリギリぴったり入るサイズがよくって、でこれもまあ無印の、今回ボールペン、シャーペン、あと蛍光ペンとか。私もいっぱい買った。え、まあ使うよね。ほとんど同じような感じ。そうで、それがちょうどもう入ってそれだけで OK みたいな、もうそれだけ入れればいいんですっていうペンケース。無駄がなくていいね。しかも、これちょうどいいサイズプラスこの外側にポケットがついてて定規が入れられる。おお。え、いや、いいやん。ちゃめっちゃいいと思うねんけど、私まだが定規使ってるとこ見たことないねんけど、いつ使ってるんっていう素朴な疑問ね。いや、使う人にとってはめっちゃ最高なデザインやねんけど、まなちゃんいつ定規使うんかなと思って。いや、使おう、これから使おう。あ、定規じゃなくて外にペン入れたって刺したっていいわけよ。あ、多分絶対そうなると思う。どうやってもいいし、いや結構使い方はね、なんか自由なんじゃないかなと。外に刺すパターンよくない？もう開ける手間もないやん。そうね、一番使うやつをここで、でそれ以外のもの付箋とかを中にして、中にして定規を中にして。絶対そうなるやん。いや、だから使い方は自由よ。そうね。でもこのコンパクトさにこれだけのポケットとサイズ感っていう、私的にはパーフェクトなものに出会った。いや、今までその筆箱ってもう中に入れるじゃん普通。こう筆箱に外ポケットあるのって結構画期的な気がする。あとで最近気に入ってんのがこのラインマーカー。え、メス、え、ちょっと待って、あの蛍光じゃないねん、この色がいいねん、挟んでる感じね。黄色とオレンジよくあるけど、この色めちゃめちゃ珍しいと思う。そう、これはからし色なんやけど、他もうぐいす色とか、なんかネーミングが渋いのよ。そう、知らんかった。で、何この色っていうのがいっぱいあって、え、探すのめっちゃ楽しい。画期的、ラインマーカーでからし色。そう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 。これちょっと私もまた探します。マダカなんち、今回は無印良品の購入品紹介しました。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもこれおすすめ、買って食べてなどあれば、ぜひコメントお待ちしています。ではでは、ではでは、また次の動画です。